の名がつけられた平雲を割る松永久秀。月岡義年が平雲を割る松永久秀。落合義幾が、松永久秀は、織田信長へ侵入した際に名物、つくもがみなすを侵呈したが、それ以降、信長から、幾度も所望された平雲に関しては断っている。後に久秀は信長に侵攻され、市議山城にて、自害するが、 三条州二期によれば、この際に平雲は失われたという。大田牛一の大カウ様君記のうちでは、久秀自身の手で平雲を打ち砕いたとされる。松屋名物衆には、太郎光信が落城した、死ぎ山城から、平雲の鎌月衆目持ちなりと破片を集めて、復元した記述があり、津田宗久の天皇寺や、津田宗久茶の湯に来た回帰によれば、 天正8年うるー3月13日に、若江三人衆の一人である、タラオツナカズが、平たくも釜を使用したという記載がある。江戸時代初期に成立した、軍器物、川澄大公記や、老人雑話では、久秀の首と平雲が、鉄砲の火薬で爆砕されたとし、強歩年間の、茶窓話でも踏襲された。川澄大公記では、 平雲の釜と自分の首は信長に見せるなと命令したとされる。2018年まで静岡県浜松市西区間山寺町に存在していた浜名湖間山寺美術博物館は平雲釜と伝わる茶釜を所蔵していた。その由来によれば市議山城跡を掘り起こした際にこの茶釜が出土しており、信長の手に渡り愛されたものだという。また、 松永久秀と信仰のあった野牛家の家父、玉、栄周囲には、久秀が砕いた平雲は偽物で、本物は友である、野牛松銀庵に譲ったという記述がある。江戸期の浮世絵では、久秀が平雲釜をぶち壊し、切腹する様が描かれることが多かった。第二次世界大戦以降には、松永久秀が、 自らの爆死のために爆薬を仕込み、共に爆散するという描写が行われた。中山義秀は1963年から1964年に、かけての小説、先案において、松永久秀が平雲と共に爆死する様を描き、信長後期を転居としているが、実際の、信長後期には平雲に関する記述は存在しない。 ABCDF e アマのただゆき2018、ピーキンドル版、1ナンバー全4162中3554、85%。AB 渡辺大門 &2021 年1月16日、史跡集乱。19カワースミ対抗期から、国立国会図書館デジタルコレクション、玉、境周囲に、同10月10日、久日で秘蔵する諸平雲とうんちゃの湯釜を高い。 ぬかに爪箱にいるて、信忠たに像、その後、野々宮林やを、なし、家宅くの門を出るとんじ、城に火をけんじめつ。ひさみちはぎとうん新安平地のか派久秀秘ひでひぞう、するし信長ぶもあり。久秀ひ婚このことより、君ん不んたり。勝也や末銀う派久秀平日断金の友たり。 小耳の平ら箱の時説に,松杏江に、松銀が見えぞ。う。高い諸派に瀬物なりとう松銀安大大伝手重きとすとあり。天野忠之2018、ピーキンドル版、1ナンバー全4162中3554から3565、85から86%。勝倉十一、中山義秀酒安論、光秀反逆への、同、 福島大学教育学部論集。人文科学部門、福島大学教育学部、2004年、一瞬05328152。ありがとうございます。